今完全にプリウスに光りかけたら危ねえわ。とりあえずこっち行くか。これいいやつよ。なんで早速やねん。ちょっとすごい爆音。とりあえず住宅街を歩いてるんですけど、今ね普通に住宅街をね普通にサクッと歩いてるんだけど、それはそうとさ、これちょっとやばくない？なんで住宅街で普通にレイヤーしてんだよ、おかしいだろ。なんかいそうな雰囲気しないんだけどな。とりあえず潰すか。1体目がまさかのレイヤー種になるなんてね、ごめんなさいね。いやーマジでビルドアートです。今回はねモンスターハンターナウ GK アプリパート7やってき、パート8ですね、パート8でやってきますけど、ちょっと待ってくださいね。いきなりレイヤー種なんですよ。足系はちょっとね集中しないと倒せないから、俺。ほらね。ちょっとね。倒せ、OK。倒しきった。倒しきったのはいいんだけど、ここなんだ？ちょっとやばそうだな。よし。次は誰だ？さっきついつい役いたけど、お、ランク100なんですよ。ランク100番台のくせにちょっと弱い気がしますけどね。とりあえず、この先行きましょう。ジュラトドスの星6ですね。ちょっと待ってね。ここでやろう。行くぞ。まだトドスはまだ簡単だと思うから。他のやつに比べると。よし、吸い上げれば勝ちだからもう。吸い上げて、とりあえず。こいつ、事実上のナマズだからね、こいつね。沼地に住む、生息する魚ですから。その割にでけえけどな。クソでけえ魚ですけど。待って、こっちに追突してくる。ほらね。この技が痛いのよ。ちょっと一回ね。あ、ふち。二日連続で食らってたまるか、たやめにゃ。よし。多分こいつは倒せると思う。まだまだ調べたんだけど 29% やばくね。あぶね。ちょっと黙り込んだ方がいいかもしれない。お、やった、レアどこ。ドラギャリーな良質な甲羅ですね。最後の試練じゃねえよ。ちょっと待って、これだ。モンスターの攻撃をジャスト回避する。あんまりジャスト回避できてねえからやべえな。またかよ。ああ整理したきゃよかった。もうちょっと待ってね。すいません。今俺どこまで向かってるかって言ったら、まあ適当な方向向かってんだけど、ちょっと待って。そば、ガロンの最近見かけてねえな。理由は金クエスト。待って、ブーっつった。ちょっと待って待って待って、ストップ。何か来たぞ。ついつい役かよ。ついつい役かよ。期待させやがった。ちょっと小道だな。この小道でやろう。それで不審者だと思われても困っちゃうよね。よし、行くぞ。ここの小道は？とても通れるような道じゃねえわ。ちょっと待って。こ
この道どうなってんの。あ、待って、虫だらけ、ちょっと待って。今日は半袖半ズボンなんだけど、刺されたら終わりっすよ、これで。虫を消してないんで。終わったっすよ。とりあえずこの先行きましょう。ラフィナスですよ。この先に大連続なんだけど、ちょっと待ってね。大連続やる前にクルリアック潰さないと。じゃあねと、こいつが、これがクリアできねえ。チャプター6だろ。一体誰だよ、最後の試練って。こっちでいいよ、ちょっと。新田桜公園をもう少し上の方に行ったところにあるみたいだな。新田桜公園。桜ひりいるんじゃん。翼破壊してんの、上破壊してんの、うん、でこのラフィノツを倒して。めっちゃ古い車じゃん。マジでめっちゃ古い車あるじゃん。ちょっと興奮が止まんねえな。とりあえずこっち側か。よし、鹿島5、6丁目公園。よし、ここでバフバロと戦うぞ。ギリギリ鹿島ですから。もうすぐ登場。まあいいや。とりあえず、はあ、めっちゃ気になる。めっちゃこいつよりも、その隣をね、バサバサ飛ぶさ、モンストロの方が気になるわ。よし。ちょっと尻尾ぶった切って、こいつはぶっ殺したぜ。公園内で一人で叫んでるのがあれなんだけどね。はあ、とりあえずクルリアックぶっ潰そう。昨日潰せてないからさ、みたいな。ここでやんの？ガチで言ってんの？ああ、ごめんなさい。クソ強いやつでした。すいません。やりません、これは。これはやりません。どうせな、イビリジョーの方やりたいからな。イビリジョーやるには、神殿桜公園行かねえとな。ちょっと、上がるわ。あう。これ、川に落とせたら終わりだな。新豊橋。っていうことは、ここは O40 ゲートの。都営バスの新田一丁目駅が通過する橋だな。よし、あー、かい。もしくはね、 O55 系と折り返しハートアイランド東行きが通過するはずですよ。向かう、幕がね、紫表記だったら多分通過するはずです。なんかさっき一瞬ね、やばいやつだったよね。なんかちょっと嫌な予感だった今、うん、待て、なんださっきの、マジでさっきのなんだ、さっきの東洋バス、マジで知らねえんだけど。こっちに曲がるタイプ、もしかして O45 系統の、もしかしたらあれかも、北千住行きかもしれない。もしくはちょっとね、系統不明なんだけど、たまに通過する駒込病院行き、あれかもしれない。
駒込病院か。あ、待って、まずそもそも俺には関係ない病院ですよ。まあ別にいいんだけど、駒込病院ね、あの田端駅から始発するやつだったと思う、確か。何かと間違えてる気がするけどね。なんか重機がうるせえけどな。ここは長野総合車両センターかな。長野で E217 系でもぶっ壊してんなっていうぐらいにうるさいよ。画面暗くなったんだけど、マジでふざけんな。真っ黒なんだけど画面ね、使いたくないよ、ここで。これ SP 使ったらマジでもったいないよ。ああ、もったいないみたいな、そんな感じになっちゃいますから。よかった、E217 系ぶっ壊したのかと思ったわ。確かに E217 系っつったらこの前さ、Y28 編成が廃車改装されましたよね。かなり今、秒数が少なくなってるみたいで、E217 系も残り何両だろうね、わかんないけど、残り100両もないんじゃないかな。付属だけは知ってるけど、付属は残り12編成らしいですよ。すごい見られた、ちょっと待って。とりあえずボッコボコに、フルボッコにむちゃくちゃにしちゃいましょう。よし、ゴキブリ当たると倒そう。あ、ゴキブリじゃねえ、ちょっと除菌してとりあえず倒しましょう。もう12分も経ったんで、とりあえずこれ終わりにしましょう。バスも来ないですし、ちょうど多分これでとりあえずあれが解放されるはずなんで、というわけでここで終わらせたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回の動画でお会いいたしましょう。ではバイチャー。